対立というのはなぜ起こるのだろうか。実は対立という内容はどうだろうか、これですね、ちょっと興味を持ちまして、それを整理をし始めました。だいたい5回分ぐらいを大体の筋道といいますか考えを整理したんですが、実際に字を書いてみるとまたもう少し進むわけであります。第1回は対立は恥ずかしいことという理科系の考え方をここで整理をいたしました。人間にはもともと対立というのがあるわけで、よく自分の意見は正しくて相手が間違ってるという論理を立てることが多いんですけども、これは理科系の私にはなかなか理解ができないわけですね。もしも自分が何の意図もなく先入観もないという状態で相手も嘘をついてないという場合は違う意見になるっていうことがありえるんだろうかと、こう思うわけですね。普通の生活をしてますとですね、この世は意見が違う人ばかりですから、そんな対立がないなんてことないじゃないかということですが、私にはどうもそこが理解できないわけですね。もちろん第一の問題は簡単な問題で、自分が正しく相手が間違ってるという言い方はですね、自分が間違ってて相手が正しいのかわからないわけですね。これはお釈迦さんに聞いてみなきゃわかんないわけですね。自分は自分の考えが正しいと思って、自分は相手の考えが間違ってると思う、相手はまた相手の考えが正しいと思って自分の考えは間違ってると思って、こういう関係ですからね、ややこしいんですが、キリがないわけであります。しかしここで議論しようとするのはそれじゃなくてですね、第二の理由、つまり意見が対立するというのはなんで対立するんだろうか、わからないことがあるからか、隠し事をしてるからか、何がこうそうなってるのかということですね。例えば例で少し示しますと、かつて人間は宇宙の中心は地球だと信じたわけですね。科学もそれを支持しておりました。しかしこれには前提があって、人間の目で見る限りの空という限定がありますね。ちょっと疑問がありました。例えばある種の星、これは後に惑星であることが分かるんですが、は時に逆行することがあるとかですね、太陽はどうも往復運動するはずなのに、毎日東から出るとか、分かんないこともあったんですが、とにかく人間の目で見る限り、宇宙の中心は地球だと、こういう結論だったわけですね。これ意見が一つだったんです。しかし望遠鏡ができますとですね、地球は太陽の周りを回っていて、太陽も宇宙の中心ではないということが分かります。これでも今の望遠鏡というものを見た限りではということなんで、限定的ですけど、一応現在の正しいこととなってるわけですね。そこで現在はですね、全員が望遠鏡で見た空というものを認めて、その上で地動説に異議を唱える学者はいないと、こういうことですね。こういうプロセスを経るんですが、ガリレオがですね、地動説を唱えた時には有力な科学者がガリレオに反論を加えたものではないんですね。当時望遠鏡をですね、オランダから手に入れたナポレオンが詳細に最初に検討したんで、他の人がついてこれなかったということもあるわけですが、コペルニクスなんかが先行しておりましたしね、彼をバッシングしたのは聖書を信じている教会だったんです。科学者ではないんですね。科学者は別にガリレオをバッシングしたってしょうがないんですよ。おお、望遠鏡で見たらそうでしたかと、なるほどね、今までとはちょっと違いますから私もそれを勉強しますっていうのがこれで終わりなんですけどね、全然バッシングの対象にならないわけです。ダーウィンもそうでしたね。進化論を唱えた時にやっぱりこれもバッシングを加えたのは牧師さんであって科学者でありませんでした。科学者はダーウィンを批判できないんですよ。批判するならですね、ダーウィンの示したデータを自分なりに解釈して別の解釈をダーウィンに言うか、それとも自分自身でダーウィンと同じように世界一周旅行をして生物を観察して反論を言うかっていうことなんですね。ですからバッシングをする意味っていうのはないんですよね。別に自然を明らかにするわけですから、ああなるほどと感心するのが普通なわけですね。でこのことからですね、自然科学の学者っていうのはですね、私はそうだと思うんですけども、違うという人もいるかもしれませんが、例えば科学の論文を出すときには実験データ、これは理論でもいいんですけども、今実験データ実験に基づくことだけ言っときますとね、理論もあるんですが、それを整理して専門家なら誰でも合意できるということにならないと結論にならないんですよね。
実験や理論で、合理的だと判断できる段階にないっていう時にはですね、まあ普通は論文出さないんですね。それとも自分ははっきり分かったっていう時は論文出して通った時も通る時もあるんですが、それはみんなはですね、それバッシングしません。ちょっと理解できないけれどもそうなのかなと、こういうふうに思うわけですね。で、多くはですね、日常的にはまだ分からない段階の時多いんで、それはまあ仲間とか学生と酒を飲みながらですね、これこう思うんだけどどうだろうか、いやこれ違うんじゃないですかという議論を経てですね、欠点を直していって、まあ大丈夫だなと思うところで論文を出すと、まあこんなことになるわけですね。私はですね、若い頃から分離工学、資源、材料などの分野だったわけですが、科学的な論争などなかったですよね。バッシングなんかもちろんありません。私がこう例えば学会で発表してなんかヘマがあったらですね、いやすいません、ちょっとそこまだ実験的な抑えが足りなかったんで今度までやってきますと頭をかくっていうのはまあ、あったとしてもですよ、そんな論争が起こらずないですからね。ところがこれは忘れもしない1998年学会でですね、私と学生がリサイクルは資源を余計に消費するという計算結果を発表したことがある。そしたら私の場合は会場から売国だって呼ばれましてね、まあ私の人生で、まあ、初めてのことでしたから、びっくりしました。何が売国なんだろうか。私は単にですね、リサイクルは資源を消費すると、余計に消費すると言っただけでですね、なんかそれが日本にとって困ることなのかどうかってことは、まあ科学ですから関係ないですからね。自然現象を解析するだけですから。で、学生はですね、今度はポスターセッションだったんですけども、攻撃を受けて真っ青になって帰ってきました。先生ひどかったっつってですね、帰ってきた。で、その頃私はリサイクルでお金をもらってるわけでもなく、先入観もなく、別に社会のリサイクルを止めようとも思ってたわけじゃないんですよね。ただ私の専門の分離工学とか材料工学の手法を使って解析したら、どうも違うようだと、リサイクルはどうも役に立たないようだということの計算値を出したっていうだけなんですね。まあ慌てて文献を調べてみましたら、やっぱり学問的に計算しているものは、まあ、ほとんどだと思いますが、リサイクルは消費を高めるっていうものがほとんどでしたね。ところが当時ですね、こういった分離工学、材料工学とは従来の学問ではなくて、ライフサイクルアセスメントという新しい学問が登場しておりました。その新しい学問で計算している人がですね、リサイクルは有効であるという結論に達していたので、何回か研究会を設けましたが、やっぱりなかなか議論がうまく噛み合わず、つまり古い学問と新しい学問と相当手法が違うんでですね、まあお互いに研究しましょうやっていくことになったんです。まあ簡単に言いますと、伝統的な学問で計算するとリサイクルは資源を余計に使い、LCA で計算すると有効な場合があるという、まあそんなところだったわけですね。まあ研究を続けましょう。ところがですね、だんだん雲行き怪しくなるんですね。というのは、私が最初に書いたリサイクルの本はですね、実はフランケンシュタインの息子たちという名称をつけて出します。そしたらですね、これが出版の時にはですね、リサイクルしてはいけないという体になります。私がフランケンシュタインの息子たちというのを出したのはですね、実はフランケンシュタイン博士がある怪物を作るわけですよ、生命を吹き込んで。その創造物がフランケンシュタインを、博士を殺すんですね、最後。つまり環境問題っていうのは、自分自身がやったことが自分自身に跳ね返ってくるものだから難しいんだという意味を持ってたんですよね。私はここでリサイクルに対してあまり資源の節約になりませんよってこと言うけども、それは非常に難しいんだと。なぜかったら、自分がやったことを自分に跳ね返ってきてるのでということで、メーリー・シェリーのですね、フランケンシュタインという話を持ち出してきて、まあ、私の見解を述べたんですが、これがまた、対立的になりましたね。それで対立的な渦の中に入ってきます。ある時にほどなくして本にですね、武田邦彦は嘘をついているのかという題名の本が、まあ、出たわけですね。いや、もちろん私が OK したんですけど、その時に私はですね、出版からそういう話があった時に、ああ科学者でも嘘をつくとみんなが思ってるんだなと思いましたね。だって、武田邦彦は嘘をついているのかという題名の本をつけるってことは、私が嘘をついている可能性があるということが社会の前提になってるってことなんですね。いや、科学者は嘘をつく必要性がないんですよ。これはね、ちょっとなかなか理解ができないんですけども、科学者というのは嘘をついても意味がないんですね。
非常に難しいことをやってる、人間の手に負えないぐらい難しいんで、それをやってるもんですから嘘なんかついてて科学できるわけじゃないんですよね。ですから必死になって、まあ、物事をむしろシンプルにして中身を出そうと思ってるんですね。まあこれ以上で終わりますが、科学者は対立は恥ずかしい、つまり自分の学問が未熟であるというふうに思うんですね。ですから論争に勝つとか対立に勝つということは私たち自然科学者にとってはとても恥ずかしいことで、自分たちの学問が未熟であるということを世の中に晒すと、まあ、こういうような感覚が私にあるわけです。